イーデア王,王女は、危機に伝えられる五世紀末の皇族。李中天皇の巫女、または、四辺押し岩巫女,の王女。第二十二代、聖年天皇の崩行後に一時制を取ったとされ、イーデ天皇とも呼ばれる。イーデ王女、または、イーデ王女と書かれることが多い。他表記並びに、別名は、イーデ女王、イーデ王、イーデいらつめ、大見王女、大見いらつめ、押しかイラツメ。 おしやま女王、おしかいいであおみこと。伊人与よとは、こ語で、フクロウのことを言い、おしぬみは、葛城の内の地名、おしかいで、いいでおの本拠地。おしかべは、いでおの小城の部民であるが、単なる農民部ではなく、肝心を抱えた、雑工部でもあったらしい。青みの由来は、不詳。修辞会の過去調配読で読まれる、誠意の女人や、葛城さんの枕言葉の、 青旗など、青の意味を考える価値はあると考えられる。また、青とは、縄文中期以降、東北アジアで財宝となっていた日本列島産出の川瀬美のことを表すこともあり、大見とは、海際で川瀬美を産する地の可能性もある。第22代、青年天皇と第23代、建造天皇との間の期間、失政者だったと伝えられ、 女帝の先駆的存在として注目される。日本書紀によると、男性と経験を持ったのは、生涯一度だけであったという。日本書紀によれば、失政期間は短くわずか10ヶ月余りで、青年天皇5年11月に皇居。ただし、前後の青年、建造天皇などの実在を否定する立場からは、失政期間がさらに数年に及ぶとの推定もある。なお、 年齢については、水鏡に5年45とあり、これに基づいて逆算すれば、陰陽天皇29年の誕生となるが、どれだけ史実を反映しているかは不明である。飯出天皇羽肉丘丘陵は、宮内庁により、奈良県葛城市、北花内にある羽地丘陵に事情されている。宮内庁上の形式は、前方公園。遺跡名は、北花内大塚古墳で、 墳丘町九十メートルの前方公園墳である。寮について、日本書記では、桂木羽口丘陵グ演技式書寮式では、羽口墓と記載される。日本書記では、寮と表記し、墓ではないことが注意される。機器では、天皇として認められていないが、後世の司書である、不走略記に、飯出天皇二十四代上帝、本庁後院昭雲六に、 飯出天皇を山女王、これやと記されるほか、仙台宮寺本義大成行には、清定天皇の死後まであり、天皇の扱いとなっている。明治時代から昭和20年までには、歴代天皇の大数には含めないが、天皇の尊号を送り立て祭るとしていた。現在も宮内庁では、李中天皇尊女飯出天皇と称している。これは、不足意天皇としての扱いである。 角座市神社押司会隠し宮伝承地。日本書紀によれば、聖明天皇の治世中にすでに奥慶御子と奥奥尊は発見されており、後継問題は解決されていたが、聖明天皇法御後に奥慶御子と奥奥尊が行為を相譲るしたため、イーデア王女が押司会隠し宮で失聖し、押司会デア王尊と称したという。ところが、古事記によれば、 聖命天皇法後に行しなく、イーデ王が失勢していたが、やがて奥系、オケの兄弟が発見され、兄弟をハリマから迎えたとある。このように危機では、事実の経緯、叙述の思考が異なっている。日本書紀の説の問題点は、イーデオ王,王女が失勢を始めた時は奥系孫、オケ孫の兄弟はもう宮中にいて、この兄弟の代理で一時的に政務を預かったに、過ぎないばかりか。 ちょうど都合よくなぜか1年に満たない失10ヶ月で死去して建造天皇が即位したため、聖年天皇と建造天皇の間には空意念がないことになっていることである。これは日本初期が平年の都合上、飯出上王の失政期間を切り詰めたのではないかと疑われる。古事記の場合、先々の後位継承がどう考えられていたのかが不明瞭である。 男子後継者候補が全くいなかったとすると、E デオの姿勢は問題の一時先送りにしかならず、後世の女帝と比べても全く類例のないことになる。逆に、後世の女帝のあり方から類推すると、男子皇族間の好位継承争いの予兆があって、それを緩和ないし未然に防ぐ意図があったかとも思われる。姿勢機関は不明であるが、 もし長期間に及んだものであれば、中継ぎとはいえ本格的に女帝に近い存在だったと言えよう。また、奥ン、オ奥ソンの兄弟は、早くから、イーデオーの保護下にかくまわれており、発見は、半ば出来レースだったという一種の折中案的な説も、ある。これに対し、物語の構成、展開に信憑性を認め、発見は本当に偶然だったとする説もある。古事記 日本初期李中期が父を、李中天皇、母を、足田の少年の女、黒姫とするのに対し、初期建造期に引く、不定は父を四辺をし,しはみ子、母を、カツ有心の女、美女とする。古事記の解釈はさらに分かれる。織口忍の解釈によれば、飯出王女はみ子であるか、内主はそれに近い神秘的な人物であり、失勢していたのではなく、青年天皇法御後に、 巫女として、誰に好意についてもらうべきかと信託を仰がれて、その段階ではまだ発見されていなかった奥桂村、奥ソ村の兄弟の名を託戦したのだという。ただし、神宮皇后や大和姫王などの例があるように、古代の女性皇族で、巫女的な資質を持っていた人がいても全く不思議ではないが、危機を見る限り、飯出女王について、巫女的な要素が直接伺われるような記述がある。 わけではなく、あまり巫女的な面を強調しすぎることには慎重で、あるべきとする説もある。イーデオは二人いたという説がある。つまり、系府上での、李中天皇王女説と、私変押し派王,王女説はどちらも正しく、李中王女と李中皇孫は、別人で、両者は、おばとめの関係であったという説である。門脇定時の説と、若い年明の説とがある。 両説の違いは、角脇説では、おばの方は、大見みいらつめ、の方は、おしかいいらつめ、おしやま女王であり、ともに、同じ、いいでという別名を与えられているで、おしかいがつく方が名。これに対し若い説では、おばの方は、大見、おしかいでありおしやまやいでではなく、名の方は、おしかいぶ、または、いいであおでありおしかいやあおうみではないとする。このように同じ二人説でも、 その二人の名前の違いをどう考えるかは、説が分かれている。若い年明の雪上記の若い説によれば、おばの大名女は、後継をどうすればよいか諮問されて、いで女王を指名しただけで、大名女は、失勢はしていない。一方、名のいで女王は、失勢はしたが諮問に預かったのではなく、大名女の指名に基づいて、いで女王が失声したのであるという。 また、オーミーイラツメは、巫女というわけではなくて、単に行為継承問題の対策を指紋されて、イーデ王の名を回答しただけであり、新託というようなものとはみなしていない。また、オシカベとオシカイグーはもともと、オーミーイラツメのもので、四辺オシハオが殺された時に、イーデ王女は、おばの宮に身を寄せたのであり、男子と関係を持ったという伝承も名のイーデ王女の方とする。現在、 福島県にある飯出山の飯出は飯出と呼んでいる。代表的な地名起源説としては、飯トヨは、古語で福ウであり、おそらくは、福ウの住む山という意味で、飯トヨ、山といったのが、後世に名まって飯出山になったというものである。また、古代に、豊かを、て、で、でみ、でみ、とみ、ドミ等と呼んだ可能性もある。この飯出山については、 道の区国風土器一文に以下のような伝承が記録されている。この中に出てくる、イーデアオソンとはもちろん本校のイーデ女王。豊岡姫命とは危機に言う豊岡姫の陣のこと、巻向玉木愚行天皇は水人天皇のことである。なお、イーデという地名は、この飯出山の他にも東北地方の各地にある。詳しくはイーデオ参照のこと。 ありがとうございます。